こんにちは、ペルーです。田尾澤です。今回は昨日10月の6日木曜日、現地18時45分キックオフで行われましたヨーロッパリーグのグループステージ第3節、シェリフとレアルソシエダの一戦についてお話ししたいと思います。結果は0対2、ラレアルが勝利をして、これでグループステージ3連勝ということで、グループステージはもちろんですけれども、首位通過に向けてこれでまた前進をしました。久保建英はこの試合でも、4-4-2 の左寄りの、フォワードで先発なんとフル出場を果たしましたので、改めてイマヌル監督からの信頼も厚いなと、プラスコンディションもいいんだろうなというところが想像されますけれども、今回のシェリフも3バック、5バックの相手でしたので、まあ、久保が、左に張った状態からウィングバックの背後、それから右寄りのセンターバックのね、背後を狙うというような、ラレアルにとっては3戦連続の、5バック、3バックの相手で、まあ、久保を左にね、張らせた状態から、うまく使っていくということで、この試合に関しては決定機にね、絡むことはなかったですけれども、まあ、左に張って、まあ、そこでね、張った状態で受けて突破仕掛けというようなプレーよりも、かなりね、ダイナミックに中に入ってきて、まあ、シルバと入れ替わる形で、中盤ライン間で受けてというようなプレーが多かったですし、53分シルバの先制点に関して言うと、まあ、かなりラレアルらしいコンビネーション連携パスワークでの、突破前進仕掛け、最後のフィニッシュまでというところがね、出た、いいプレーだったと思います。で、そういう中でも久保がね、しっかりと絡んでいたということで言うと、まあ、しっかりと、合格点を与えられる、パフォーマンス、90分の出来だったんじゃないかなというふうに思います。それでは両チームのスタメン確認をしておきましょう。はい、左ホーム黒のシェリフですけども、まあ、昨シーズン、初のチャンピオンズリーグ出場を果たし、なおかつ、サンティアゴ・ベルナベウで、なんとアウェーでレアル・マドリーをね、破ったということで、快挙のシーズンとなりましたけれども、今シーズンはヨーロッパリーグの、出場となっておりますし、まあ、ただね、チームの状況で言いますと、モルドバは隣国のウクライナが、ロシアの侵攻を受けて、まあ、戦争中、紛争状態にありますし、なおかつ、ホームタウンのティラスポリが、ロシア侵攻当初から戦闘がね、激化しておりましたオデーサに近いということで、今シーズンの、ヨーロッパのコンペティションは首都、キシナウでの開催を余儀なくされておりますので、まあ、ホームタウンではないと、ホームスタジアムではないということで、シェリフにとってもおそらくね、やりにくい環境、大変な環境の中で、まあ、シーズンを進めているかと思いますし、守備の、戦術でいうと、ほぼマンツーマンで人を捕まえる、戦術でいきましたので、なかなかラレアルの選手もプレーしにくそうだなというところがありましたけれども、久々にね、あれだけずっと、マンマークで捕まえに行くような守備を見ましたけれども、それはそれで、久々に新鮮だったなというようなシェリフの、5バック532でのオーガナイズでした。ラレアルは、各選手紹介しておきましょう。この日も 4-2-3-1 中盤ひし形でのシステム布陣でしたが、久保が左に張り出すような可変の、4-4-2 でした。ゴールキーパーアレックス・レミーロ。ディフェンスラインはスベルディアに加えて、ゴロサベル右サイドバックもね、怪我となりましたので、アレックス・ソラがこの日は入りました。エルストンドとパチェコ、センターバックね、この2枚しか、トップチーム登録では残されていないということで、ルノルマンも依然としてね、負傷中ですので、なかなか苦しい台所事情です。ディエゴ・リコが今日は左サイドバックに入りました。そして中盤ですけれども、スビメンディが少しコンディションが悪かったということで、なんとか遠征の、メンバーには入りましたけれども、この日はゲバラが入りました。それ以外の中盤の3人は不動で、ブライス・メンデス、左にメリーのダビド・シルバがトップした、そして前線2トップもね、もうお馴染みになりますけれども、スルロットと久保ということで、まあ、今週ラリアにとってビッグニュースはやはり、オエル・サバルの、チーム練習、全体練習の合流になります。まあ、昨シーズン、膝の前十字靭帯をね、断裂してしまって、まあ、半年から8ヶ月の離脱ということで、なんとか本人は、ワールドカップ前に復帰したいというね、意欲的なリハビリも見せて、このタイミングでの、全体練習合流となりましたけれども、この試合前の会見でイマヌル監督は、まあ、実際に試合で使える状況、コンディションになるまではまだかなりね、時間を要するということでしたので、まあ、ほぼ、ワールドカップのね、本大会メンバー入りは難しいんじゃないかなと個人的には思っておりますし、まあ、このタイミングでビジャレアルのジェラル・モレーノも、怪我の再発がね、報告されておりますので、ルイス・エリケ監督も頭を悩ますんじゃないかなと思いますが、まあ、ただ、レアル・ソシエダ前線の怪我人も多いと、アリショ、サディック、バレネチアがね、負傷で、この試合出れていない中でも、もちろんまだオヤルサバルもメンバー入りはできておりませんけれども、まあ、そういう中でのオヤルサバルの全体練習復帰は、明るいニュースじゃないかなと思います。はい、まあ、試合内容展開自体は、まあ、結果的に試合のスタッツ見ると66%ラレアルのボール保持率になりましたけれども、まあ、意外にフィニッシュまで至らないということで、
まあ、やはりシェリフの5バックからのマンツーマンマーキング守備に苦しんだなというようなラレアルかと思いますけれども、まあ、ただ前半は立ち上がり右サイドからスルロットが一人で、ね、持ち運んでカットインからの左の惜しいシュートがありましたし、18分にはフリーキックシルバが惜しい、これまたシュートをね、枠から外れましたけれども、フリーキックの直接シュートがありましたし、まあ、前半33分にはカウンター局面でシルバが、少しためを作って、右に張った久保にパスを出して、久保が、まあ、右足でクロスを入れてディフェンダーに当たりましたけれども、エリア内でフリーでブライス・メンデスがシュートをすると、まあ、それが枠に外れるというような決定機もありましたので、まあ、シュート数でいうと9対7でシェリフの方が上回りましたし、枠内は3対3というところでしたけれども、まあ、前半からラレアルチャンスは作りましたし、まあ、特に相手のね、敵陣深くアタッキングサードにはしっかりとボールは運べてましたし、まあ、後半に入ってすぐ53分に素晴らしい連携コンビネーションパスワークから先制点を奪いましたというところでシルバのゴラストも見えましたし、61分には相手のアンカーの選手が2枚目のイエローカードで退場した直後ですね、フリーキックからブライス・メンデスの素晴らしいボールをエルストン・ナガニアで頭でフリッコしてということで追加点を奪って、まあそれ以降は相手が1人少なくなったということもあって、ラリアルかなり省エネモードで、まあディフェンスラインでかなりボールをね、持つ時間も長くなりましたけれども、まあそこからエマノル監督もカンテラーノを中心にどんどんと交代選手を入れていって主力選手を休ませていったということですが、65分にシルバが、まあ相手との接触プレーで少し足を痛めて、負傷交代をしましたので、まあ、ちょっとね今後怪我の具合が気になりますけれども、まあ、本当に開幕からフル稼働しているブライス・メンデス、メリーノといったね、2人の中盤も、交代で少し休ませることができたので、まあ、それは良かったんじゃないかなと思いますし、その分久保が、90分フル出場するということになりましたけれども、ヨーロッパリーグ開幕から3連勝で非常に、いい流れでね来ておりますので、この流れはそのままね、ラリーガリーグ戦の方にも持ち込みたいということで、週末にはホームで、ビジャレアルとの対戦が、控えておりますけども、これもね、いい試合、パルティダストですね。まあ、ビジャレアルは今シーズンカンファレンスリーグに、出場しておりますけれども、モラレスのハットトリックで 5-0 でホームで勝ちましたし、まあ、今シーズンのビジャレアルは完全にカンファレンスリーグに関して言うと B チーム仕様で、まあ、ほぼ11人全員をね、リーグ戦からターンオーバーしていくということで、2チーム編成で、ヨーロッパと国内をね、戦っているということで、まあ、昨シーズンはね、チャンピオンズリーグ出場していましたので、そんな余裕なかったということで、終盤は CL でベスト8、ベスト4に入りにつれ、リーグ戦でね、勝ち星を取りこぼすということで、結果的には、7位になって、ヨーロッパリーグも出れなくなりましたけれども、まあ、今シーズンはね、しっかりとラリーガに優先順位を置きながら、ヨーロッパとのコンペティションも戦えるということで、なかなか余裕のあるビジャレアルですが、まあ、逆にラレアルは、怪我人が多いということもあって、なかなか B チーム編成できませんので、かなりカツカツになっているということで、ね、主力選手の怪我、それからコンディションの低下がね、危惧されますけれども、まあ、この試合見ても久保、コンディションは全く落ちてないなというところは分かりましたので、やっぱりね、怪我にも強い、それから体力もあるというところは、改めて今シーズンのラレアルで証明してるんじゃないかなというふうに思いますので、引き続きいい活躍を期待して見ていきたいというふうに思います。ということで今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。アサラープロキシマ。